ということで始まってまいりましたゆる言語学ラジオ、はい、このラジオはですね大学で言語学をガチでやっていた水野さんあの言語学を全く知らない僕にね、はい、言語学面白トーク言語学のここがいいんだという世界を教えてくれるとそれをゆるくやっていくラジオということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと言語学ガチでやってたって言われると、ね、大学院でやってたわけでもないから、はいはいはい、雑魚だけどなと思いながら言語学取締り警察みたいな人たちが怒られるかもしれない。お前何も分かってねえだろみたいな。お前じゃあ卒論何書いたのとか言ったらクソみたいな論文しか書いてないんではいはい、はい、怒られそうですけど、それすごい嫌ですよね。在野の人間としては結構好きっていう感じで、はいはいはい、まあ、なんですけどそういう警察お断りのね緩くあのやっていこうかなという感じでございます、はい、なんで初回は、まあ、言語学とは何かみたいなところのテーマをちょっと用意してきてくれたという噂を聞いたんですけど、はいはい、そういうことでよろしいですか、はいはいはい、大丈夫です。ありがとうございます。やっぱね誤解されがちなんですよね言語学ってすごい。あのいろんな言語が喋れる人だと思われたりして、はい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 、なんか何語喋ってみてよみたいな、はいはいはい、英語めっちゃできんのとか言われるんですけど、はいはいはい、全然別にそんなことはなくて、まあ、イメージはねみんなは言語学やってるならいっぱい言葉喋れてなんぼでしょうみたいな、そうそうそうあると思うんですけど、だから日本語学とか英語学とかがあるんだけどそれはまあみんななんとなく分かってると思うんだけど、うん、言語学って言われるとやっぱ急に分かんなくなっちゃうっていうの結構あるんじゃないかなっていう、なるほどなるほど、うん、誤解を解きたいと、うん、そうですね。だめっちゃ面白いし言語学って本当は、うんうんうん、それもちょっとお話できたらなと思ってます、はいはいはい、だからもうこれを見ていただいた方はもう明日から言語学やってますっていう人に出会っても、うん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 、えじゃあ中国語喋れんのみたいなそういう変なことやらないようにことは言わないでくれると、なんかソシュールの話とか振ったりできるようになるかもしれない。ああすごい素晴らしい、うん、ソーシャルグッドですね。そうそうそう、言語学やってる人がイライラしなくなりますから、肩身が狭くなくなる社会になればいいな。肩身狭いんですか今。やっぱね何の役にも立たない学問だって言われるし、はい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 、そこはまあ僕も否定はしない、うん、ですけど理解はしてもらえると嬉しいかなっていう感じですよね。やっぱ役に立たないものほどね、あの学んでて面白いみたいなところ、うん、そう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 、大学のそのなんだろう社会に役に立たなくていい時間帯にやっぱ無駄なことできたっていうのは、うん、無駄って言ったら怒られそうだけど、まあ、よかったなと思いますよ。いや、そんと大事ですねそれが、ね、うん、まあ、じゃあ本題入っていきましょうか、はい、じゃあ そもそも、まあ、言語学って、うん、で何をやってるのかっていうと、うん、まあ、言葉とは何かっていうのを研究しているのが言語学なんですね、うん、だからあのよく言われるのがその個別言語に詳しいかどうかっていうのは関係なくって、はいはいはい、例えばイタリア語とか英語とかフランス語みたいなの自体にはまあ、あまり関心を払っていなくて、うんうんうん、そもそもじゃあその全体を集めた時に出てくる特徴ってなんだろうっていうのを研究してるのが言語学なんですね。で、まあそう言われても何っていう話になるんで。まあだからみんなからするとそんなに共通点とかもうないでしょ。フランス語とか日本語とかの共通点なんてないでしょ。はいはいはい。感じなイメージありますけどね。うん。まあ多分それ、その直感間違ってなくって、はいはいはい、今からだから喋るその言語の凄さっていうのって、うん、そんな当たり前だろうっていうことばっか多分ずっと喋る。ことになると思うんですよ。じゃあもうつまんないっすね。と思うじゃないですか。と思うじゃないですか。はいはいはい、でも、あの、なんでそれができてるのかっていうのを遡ると、うん、かなり実は奇跡に近い確率みたいなので、僕らは今言語を喋ってることがわかるんですよね。そこをまあ、今回喋っていけたらと思ってます、はい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 。楽しみです。はい。じゃあ早速。はい、ま。じゃあちょっとまず考えてもらいたいのは、皆さんが思う言語って、まず最初、単位で言うとやっぱり文なのかなと思うんですけど、うんうん、文を要素分解すると何になるでしょうかっていうところから、はいはいはい、なんか中学国語とかでやるやつ。あ、そうか、そうか、そうも、そうですね、そうですね。え、文節とかじゃないですか。あー、そうか、そうか、そうか。そうか、文節もそうですね、正解ですね。そう、単語からまずなってるんですよね。はいはいはい、で、その文章はだから単語をとにかく、何かのルールに従って並べていけば文章になると、うんうん、で、その並べる規則のことを文法と呼んでいるんですけど、はいはいはい、じゃあその単語は何からできてるかっていうと、ほう、単語はもう単語からできてるんでしょ。単語はそうだから、単語要素を分解するとやっぱ音ですよね。はいはいはい、一音一音、まあ、文字からできていて、はいはいはい、でその文字っていうのは音を表しているっていう順番でこう、まあ、なるほどなるほど、分解していくことになると思うんですけど、はいはいはい、じゃあ、まあ、まずそうな単語の凄さ、うん、単語がなんですごいのかって、単語の凄さっていうのあるんですか。いや、ありますよ。やっぱ単語作れるってすげえなっていうへこと、
やもう今の感覚からするとなんかまな板の凄さみたいな、はいはいはい、まな板って凄さ、いやまな板はすごいですよ、だってはい、はい、まな板っていうものがあるってことは板の中にも用途が分かれてるってことがそこだけで分かるわけだしまあまあそうかじゃあもうちょっと分かりやすい例で言うと、はいはい、まあ、これをそのなんか単語の凄さっていうのを説明したのがその言語学の近代言語学の祖と呼ばれるソシュールでして、まあ、彼はその、単語っていうのは差異でしか決まらないという、単語の意味は差異でしか決まらないということを、そう違いでしか決まらないということを言ってるんですね。でこれはちょっとまあ難しい話になるんですけど、あるものがあるだけだと単語は作れないと、うんうん、それと違うものがあって初めて単語ができるってことを言っていて、あ、はい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 、まあ、この世にペンしかなかったらペンという単語以外生まれないだろう、ペンって単語も必要ない、はいはいはい、それだけしかなければ、はいはいはい、で例えばね、僕漢検の勉強してた時に面白いなって思ったのは、はいはいはい、馬編の単語が中国漢字にやたら多いんですよね。へー。でその意味を調べると、はいはい、毛が黒い馬とか、はいはい、ちっちゃい馬とか速い馬とか、うん、なんかその赤毛の馬とか、はいはい、そんなの漢字にしなくてよくないみたいなのが結構あったりして、あ、その一文字であるってことですか。あ、そうです、そうです、はいはいはい、漢字一文字であって、うん、でそれはまさにやっぱ中国はやっぱ馬に乗ってる機会が多くて馬がたくさんいたから、なるほど、そういう風になってたわけですよね。はい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 、でやっぱ馬がたくさんいるところだとその個体を区別した方が便利だから、うんうん、そういう単語が生まれてったわけで、だけど僕らからしたら、まあ、はいはい、馬っていう単語一つでその馬全部表せるじゃないですか。でそれは例えば、フランス語で言うとガとチョウを区別しないんですよね、フランス語は。へー、どっちもパピオンなんですよ。はい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 、そうなんだ。はい、でパピオン、あの犬のパピオンだからあの ガとかチョウみたいな羽、はいはいはい、だからっていうふうに名付けられてるんですけど、はいはいはい、まあ、とかね、逆にアメリカだと、だから英語だとワニも区別する、はいはいはい、も牙がちょっと出てるかクロコダイルかアリゲーターと、はいはいはい、とかっていうふうに区別していて、そういうそのだから各言語ごとでこういう風に分けた方が便利だろうっていうもので切り分けられていって、うんうん、そこで単語が初めて生まれてるっていうのを、まあ、ソシュールがまず字固めとしてね、はい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 、あの固めたんですよね、はいはいはい、でもう一個ソシュールのすごいところは、はいはい、その単語の音と意味が全く無関係に結びついてるってことを指摘したんですよね。へー、例えばなんですけど、はいはいはい、犬をワンワンってあの四足歩行で鳴くワンワンって鳴く家畜を、うん、犬っていう風に呼ばなきゃいけないって人間の中でもし共通で決まっていたら、うん、フランスに行っても犬で通じるはずじゃないですか、はいはいはい、でもまあフランス語だと犬はシエンっていう風に言うし、英語ではドッグって言っているわけで、うん、そういうその音と意味自体がバラバラであるっていうのはすげえ重要なんですね。はぁはぁはぁ、でもなんかちょっと結びついてません？例えばだから犬は、まあ、ドッグだったらしっくりくるけど、はいはい、なんすかね、こうバジェランダーみたいなこうそれ犬本当にっていう感じになると思うんですよ。ドイツ語とか超仲いい。まあそっか、そっか、うん、なんとかなんとかしたっけみたいな、なんか感じになっちゃうかもしれないし、ボールペンのことクーデルシュライバーって言いますもんね、書くよみたいな、うん、そう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 、だから逆に言えば言語がたくさんあるっていうのは姿勢によって担保されているわけで、うん、その音と意味の結びつきがバラバラだからこそ言語がたくさん作れるわけだし、あともう一個やっぱあれですよね、その未知のものに名前を付けれるっていうのも神聖がないと、例えばその想定してなかった宇宙人が来たとして、はいはい、そいつのことなんて呼ぼうっていうのって神聖がないと呼べないことになりかねないけど、あの自由にそういう音と意味の結びつきはバラバラだから、各言語別に好きな名前つけてもいいわけだし、うん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 、みたいなことも、ソシュールは指摘していて、なるほど、まあ、で何がすごいってやっぱだから単語の中に単語っていうのって当たり前のように使ってるけど、うん、そういう、なんか理論的な裏打ちというとあれですけど、はいはいはい、いろいろすごいことが実は隠されているんですね。ほうほうほう。でそれが分かりやすいのがその動物と人間の言語はどう違うかっていう話にもちょっと結び、はい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 、あ、なんか面白そう、そうそうそう、ついてくるんですけど、初回っぽいとか、ね、そう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 、はいはいはい、あの猿とかが例えば蛇を見ると、うん、あの声を上げて、はいはいはい、で仲間に逃亡を促すみたいなことってよく知られてるんですけど、うんうんうん、だからそこからこうあの猿も言語を喋ってるだろうっていうふうに、はいはい、よく言う人はいるんですね。とかイルカが超音波でコミュニケーションを取っている、はいはいはい、まあ、コウモリとかもそうだし、まあ、インコが単語を喋るみたいなのもそうだし、
動物でも言語は喋っているだろうっていう人って結構いると思う、うん、水族館とかにね、あの子供向けパネルとかにイルカさんも喋っているんだよみたいなめっちゃ書いてあります、ね、そうあれは間違っている。あれは間違うんですね、言語学的には、まあ、誤ったことを教えてしまっている、とまでは言わないけれども、はいはいはい、あの人間の喋ってる言語とはあの話にならないレベルです差が、はい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 、じゃあ言語学取締り警察的にはあれを取り締まりビビーへえ。例えばどう違うと思います、人間の言語と動物の言語って。単純に語彙が全然違いそうな、はいはいはい、気がしますね。なるほど。例えばだからイルカなんてせいぜいあれでしょ、50種とかでしょ、喋ってる発話内容、うんうんうん、人間はその語彙からしてそもそもなんか10万語とか、はいはいはい、多分あるじゃないですか、はい、みんなでそれを結構複雑な文法でこう繋いで文章にするんで、はいはいはい、なんか10万の会場とかの数になるじゃないですか。言える。だから、伝えられるメッセージの数が、もう桁何百個分違いますね。はいはいはい。いやもう本当におっしゃる通りで、はいはい、彼らにはやっぱ単語がないのがやっぱでかい。なるほど。はい。だから、基本的にはギャーって鳴くのって、蛇が来てる危ないよっていう概念と一対一対応してるんですよね。うんうん、だから、例えばその、お前後ろ危ないよっていう時と、うん、お前の前が危ないよっていう時って、全然違う。鳴き声になっちゃうわけです。共通の部分ってあるのに、概念的には、うん、危ないっていうことは合ってるのに、まあ共通の部分ってないじゃないですか。あ、そうなんですね。うん、なんかイメージだとイルカも危ないと前を組み合わせてんのかなと思ったんですけど。あ、いやではない。ではないんです。だから基本的にはその単語を持っていなくて、はい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 、その概念を鳴き声と一対一対応させて喋っているみたいなんです。だからそこが人間の言語との圧倒的な差。へー。その単語を組み合わせられると。文章が作れて、うんうん、その例えばお前は危ないと、うん、お前の妹が危ないっていうのを、うん、ある程度こうメモリーを少なくして、うん、生み出せるわけですよね、はい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 、例えばそのだからイルカがあの東の方からでかい魚が来たぞっていうのと西の方からでかい魚が来たぞとか、うん、下にもいるぞとかっていうのを作ろうと思うと、うん、めちゃくちゃ脳のメモリーが必要になってくる、はいはいはい、あの全部鳴き声によって意味が違うとなると、うんうん、それはやっぱりメモリー的にきついから単純な言語しか喋れないのであって、人はそれを単語っていう発明をしたことでいろんな概念を表せるようになったし、はい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 、あとは自分が直接体験してないことを喋れるようになったっていうのもでかいですよね。なんかそれで一個消化してる最中にまた別の話が単語の話だけでこんなにちょっとしてたら終わんないんで、ちょっとまあ、はいはい、そうですね、この辺りで切り上げといた方がいい気がしますけど、はいはいはい、まあ、そうこういう理由で、まあうん、動物の言語と人間の言語ってのは全然違う、うん、それはやっぱり単語を持ってるかどうかっていうのが一番大きいんじゃないかと僕は考えてます。なるほどね、はい。へえ、人間以外の動物で単語を持ってるやつはいない？諸説あるというか、はいはい、動物の言語の研究をしている人もいて、はいはいはい、中にはその単語を持っているっていうふうに、ん、まあ考えてる、うん、立場の人もいるんですけど、うん、まあ今のところそれは多分主流ではないのではないかという感じですね。なるほど。単語だから本当すごいんですよ。多分ね、みんな一回も思ったことないと思います。単語はすごいって多分。やっぱね、文章の中で何がすごいってやっぱ単語がすごいんですよね。へえ。やっぱでしかもね、そのさっき言った際によって決まってくるっていうところも、はいはいはい、切り分けるっていう発想、うん、そのものの用途によって、例えば机のことは別に木の集合体って呼んでもいいわけじゃないですか。うん、でもそれを寝るための用途のものだっていうふうに切り分けた瞬間に机っていう名前がついて、はいはいはい、でまあ実は本当はまあソシュールが言いたかったってことって逆順処理で、うん、その言葉があるから物があるんじゃなく、ああじゃあ物があるから言葉があるんじゃなくて、うん、言葉があって初めて物ができるっていう立場を。はいはいはい、だから木の集合体でしかないんだけど、そうそうそう、木の集合体っていう単語しかない人たちには机のことは机とは呼ばないし、はいはいはい、ベッドのことはベッドっていう存在はないというふうに言っていて、はい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 、これはちょっと難しい話なんで多分もっとゆっくり説明した方がいいと思うんですけど、ちょっとそうですね、そこそれはおいおい聞いてみましょうか。そうそうそう、というわけでまあ単語の話がここまではい、じゃあ一旦今日の結論は単語はすごいと、はい、うん、伝わったらいいですね。単語がすごいと皆さんもね、明日の飲み会とかで知ってる単語ってすごいんだぜ。噛み締めてほしいですね、やっぱりね。単語をこれから 文を発する、発話の瞬間に、はい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 、人類の英知が詰まってるって喋っていただきたいなと僕は毎日と思いながら今も喋ってます。じゃ あのこのラジオを聞き続けていただければ、あのそういうことを思えるようになる。そうですね、この後音の凄さとかもきっと分かるようになると思うし、はいはいはい、
という感じですかね。じゃあぜひ皆さん今後とも聞いていただいて、はい、単語の凄さとかをねどんどん実感していただければと思います。では1回目終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。